はい、あのー、バレたので、プランを変更してきたと思います。あの、少なくても私にはバレたので、 えー、プランを変更してきて、えー、要は多分金の問題解決したんじゃないかなと、えー、どっかから一時的にね金返せやって言って詐欺罪で、えー、捕まる寸前までいっている問題が解決できたからこの動画を出したと思うんですけども大津彩さんこの動画よく見てくださいよ7分前後ぐらいのところよく見てくださいま私も全部このね、えー、まだ見ていってませんあのね見ていってないんですけどもう早速7分ぐらいのところでポロってるので今動画撮って 撮ってますでそれを一つ一本押さえておきたくて動画にしてます本日2023年の5月2日火曜日午前5時50分を回ったところです森林会の大浅大師でございます透明を政治家女子48党からどっかの党でチューナーレステレビ党とかまあそういう感じにチューナーレステレビを売っていくために党名を変えますってってます何の権限を持ってして変えるんですかってことね だから会計責任者だっての、穂高ちゃん、ポロっちゃったし、えー、私は動画作ってますから、いずれ、えー、バレてくだろうなと。要は、あのー、大津彩さんを徹底的に攻撃して、大津彩さんのせいにして、時間さえ稼げれば、あとポイってね、あとぽい、もしくは、もし大津彩さんがそのまま行っちゃったならば、どっかで、えーえー、金配りますよと。<laughs> NHK 受信料、不払い者を守ります不払。請求代行サービスがあります。請求代行の後、裁判起きて、その後に、えー、裁判が終わった後に、その費用は、えー、不払いをします、ねあ不払。不払い者に、出演料としてお支払いします、なんか言った瞬間に、大津彩さんがカシャンでしょ。ね、大津彩さん、よく聞きなさいよ。カシャンとかってなるのを分かった上で、ね、分かった上で、えー、もしくは、えーな、選挙の事前運動とか、これ <laughs> ね、あの大津彩華さんを目黒区で出させるって決めたのは立花さんなんだけどそれいきなりあのあの居住実態とかの話してきたでしょだから最終的には「華奢になってもいいな」っていう人を添えたわけ添えたわけね大津彩華さんじゃないとえいけないっていう理由をやってきましたけど大津彩華さんを今度辞める時の理由ね 辞める時の理由がいろいろ、いろいろできやすいからおつやかさなんですけど、まあそれはそれで別で動画作っていきたいと思うんだけど、ええ結局はそういう算段があるので、ポロっと出,て出るわけ。ね。何の権限も今ないわけ。いいですか。一会計責任者でしょ 一会計責任者なんだけど、何の権限もないんだけど、党の名前を変更しますって,ってるわけでしょだから実質上、実行支配上代表者ですっいうのが変わってませんよっていうのが分かるわけ。っていうことは、金改正やっていう問題が一時的に解消されたからこの動画作ってるんじゃないかなと思うわけ。言ってみれば分かりますかね、問題が解消できなければ、実質的な代表者ですっていうのを匂わせるような動画は作らないはずでしょ いきなり出してきたでしょ ?NHK が5年以内にぶっ壊れる理由とかね。いきなり出してきたでしょだからある程度解決したんじゃないかなって私は思っています、ね。一時的なしのぎのために金を持ってきてるから、えー、一応、えー、そのお返しできますよ。だから刑事告訴取り下げてくださいねってことをしたんじゃないね終 <laughs> かりますか だから、あのひ広志く君とかの,そのや攻撃の手が、えー、弱かったから、多分想像以上に弱かったんじゃないそのなんだっけ、えー、3億円貸し借りてるやつを返せませんっつっての背任で、これ一発アウトですとか、ね <laughs> いや、弱いんですよ、非常に弱いんです。演劇戦のやつとかも非常に弱いんです、おそらくね。だから弱いなって分かったから、あ、まあ世間にもうバレてもいいや、えー、俺戻るよみたいな。 斎、まあ、藤健一郎を、えー、代表者に据えてもいいけど今、裁判始まっちゃうからね、はい、裁判始まってるから斎、まあ、藤健一郎になろうが、えーえーね、ど,どっちみち自分は会計責任者として君臨しながら指示出せるわけでしょだからもう,もういいかなってことで、えー、政治家女子48党の,その党名を、えー、変更しますだって斎藤健一郎だったら代表者斎藤健一郎でしょ <laughs> ね、そしてそういうこと言えないはずでしょ今この時点でねだけど言えるそれは会計責任者だってもうオープンになっててそしてオープンになっても金の問題が解決したというふうに私は見ましたこの動画でね立花さんの一時的な時間しのぎの問題が解決したどっかから金を一時的に借りたかなんかもしくは ね、このまま逮捕されたとするならばこれ,これに対して全てがお釈迦ですよって説得したか <laughs> その返せ金返せやっつってる人たちを説得したか、ねあのーね、その自分がやってきたやつが、えー、そろそろバレ始めたとか、ねえー、だから、えー、このままいったならばあなたたちに返すお金すら、えー、なくなってしまいますよだから一時的に待ってくださいねっつって抑え込んだか。 ね、これによりこういう動画を出してるわけだからポロるわけですよ、ね、今設定上は無職のおっさんでいかないといけないわけよかみんなよく聞いてくださいよ大沙さんよく聞いてくださいよ設定上は無職のおっさんでいかないといけないわけで無職のおっさんですっていうふうに黒川さんに煽ってもらわないといけないの黒川さんにね 煽ってもらわないといけないんだけどもうそれがもうどうでもいいやってなったわけだから、えー、いずれは透明、えー、を政治家女子48党から変えますね NH K 今 NHK 党のその政治団単なる政治団体の代表ですの頭の外にボーンって言ってるわけこの動画作ってる瞬間に <laughs> ボーンってこの人言ってるわけね頭の外に行って、えー、国政政党の政治家女子48党の代表ですっていう、えー、ことでこの動画を作ってるわけね 以上です。